じゃ、僕は用事あるので、その調子で頑張ってね。こんなんで強くなれんの？止めて。え、ここでですか？さて。君、何者？戦うのはいつも僕が勝つ。貴様を消し済みにしてやろう。カッコつけずに反対。特急はさ、特別だから特急なわけ。出てこられると調子狂っちゃうよ。脅威が気づく。いや、ダメ。そんなこと言うんじゃない。楽しませてくれない。この虚空に連れてこない。ついてくれる。そんなんじゃ勝てないぞ。お手調べだ。ついてくれる。お手調べだ。恥ずかしい。やらせ。当てに行く。術式がなくとも勝てるか。よっ、ついてくれる。ダメージを許さんぞ。そんなんじゃ勝てないよ。ついてくれる。恥ずかしがる。終わると思った。この虚空に触れてもらうぞ。逃げを消し止め。やるね。この虚空に触れても横にしてた。この曲センスあるね。もういい。より洗練された術がその場を制する。領域展開無料禁止。ここは無可能の道。しかも電波生きるという行為に無限回の作業を構成する無限。相手が悪いんだね。なぜわしの攻撃が当たらん。君がさっきから攻撃を当ててるのは僕の間にある無限。こっちこっ。お手調べだ。ついてこれる。とっやぐわのっほら。許さん。この時計に触れてもらう。よっと、これが僕の主力だ。よく見してたよ。肉弾戦でいくよ。やるね。逃げ惑え。さて、ついてこれる。燃え上がれ。よく見してた。決める。恥ずかしがるなよ。いらねば。この虚空に触れてもやるね。やった。無限はね、至る所にあるんだよ。僕の呪術はそれを現実に持ってくるだけ。収束、発散。この虚空に触れたらどうなると思う？術式判定。赤。お、ちょうどいいか。じゃあ。
すまではなかったな。だが当たらぬなら領域に引きずり込むまで。ごめんごめん、まった。どこ？ねえ、ここどこ？出かけるよ、ユージ。課外授業、呪術戦の頂点、領域展開について教えてあげる。今この子にいろいろ教えてる最中でね。あ、まあ君は気にせず戦ってよ。自ら足手まといを連れてくると愚かだな。大丈夫でしょ、だって君弱いもん。なめるなよコッパが。そのにやけづらごとのみこ領域展開実践。カッコつけさせたのよ。あいつら残さんぞ、牢上悟れ。これが領域、術式を付与した消毒領域を記録で周囲に放出する。領域を広げるのはめちゃくちゃ呪力を消費するの。それだけに利点もある。一つは環境要因によるステータスの上昇、ゲームのバフみたいなもんだね。もう一つ、領域内で発動した付与された術式は絶対アーカイブ。でも対処法もいくつかある。呪術で受けるか、これはあまりおすすめしないか。領域外に逃げる。そして領域に対する最も有効な手段、こっちも領域を展開する。同時に領域が展開される。より洗練された術がその場を制する。よくにしてたよ。お手しらべやるね。よっと、より洗練された術がその場を制する領域展開無料空中。ここは無手での道しかでも生きるという行為に無限界の作業を表現する無量空所。何が起こった？わしの領域が押し負けたのか？ここは無加減の内側、近く伝達。生きるという行為に無限界の作業を強制する。皮肉だよね。全てを与えられると何もできず緩やかに死ぬなんて。でも君には聞きたいことがあるから。これくらいで勘弁してあげる。さて、誰に言われてここに来た？ああ、どうする？助ける？助けたいなら助ければいいさ。君たちにそんな情があるかは知らないけどね。千年に乗せくしたチャダル、ミスミラ。呪霊の分際で僕を殺すと何かいいことがあるのかな。どちらにせよ相手は誰だ？っていうか呪いって会話できんだね。
花だ。呪術だよな。繊維が沿われる。先生、俺は大丈夫。そいつを追って。ごめん、嘘。ヘアルプ。逃げられた。気配を消すのがうまいな。火山頭よりもよっぽど不気味だ。このレベルの呪霊が徒党組んでるのか。楽しくなってきたね。ユージっていうか、みんなにはあれに勝てるくらい強くなってほしいんだよね。あれにか。目標を設定したら、あとはひたすら駆け上がるだけ。ちょっと予定を早めて、これから一月映画見て、僕と戦ってを繰り返す。一月後、俺生きてるかな。始めよう。随分と穏やかだね。ジョーゴはどうした？ゲト瀕死。花見が助けに入ったから多分大丈夫じゃないかな。無責任だな。君が焚きつけたんだろ。とんでもない。私は止めたんだよ。噂をすれば。ジョーゴ、花見無事で何より。どこをどう見ていっている。それで済んだだけマシだろ。これで分かったと思うけど、五条悟は叱るべき時、叱るべき場所、こちらのアドバンテージを確立した上で封印。決行は10月31日渋谷。詳細は追って連絡するよ。いいね、真人。異論ないよ。狡猾に行こう。呪いらしく、人間らしく。呪術師をやっていると、呪霊だけじゃなく呪術を悪用する呪詛師と戦わざるを得ないこともある。そういう時のために、ユージには呪詛師との戦い方を教えよう。やっぱり呪術師によって対処の仕方が変わったりするの？呪術は多種多様だからね。呪術師の数だけ戦い方があると思ってくれていい。でも、ある程度は絞られる。詳しいことは実際に戦いながら教えよう。おっす！よろしくお願いします！おっしゃ！怪我しても死んないよ。いいね、その息だ。こっ先、僕についてこれるかな。前に出る。僕にいい感じだな。なんだ。そう、この地獄だよ。片付けようか。そんなんじゃ勝ちだ。これなんだと思う。前に出る。マジで問題ない。前に出る。もう終わりだ。あんた、黒線！黒線！黒線！
めんどくせえ。へ、楽勝。歯が立たねえ。やっぱり五条先生は強いな。ユージの呪力はさ、遅れてやってくるね。遅れて？ユージの瞬発力に呪力が追いついてない。呪力をとどめる技術も未熟だから、奇跡に残りがち。それが逆に変則的な磁力の流れを作って、拳が当たったと認識した直後に磁力がぶつかってくる。つまり一度の打撃に二度のインパクトが生まれる。かっこいい。なかなか狙ってできることじゃない。これは大きな武器になる。ユージの成長が楽しみだよ。やる気出てきた。じゃあ僕この後用事あるから。任務？なん、大した用じゃないさ。ユージは引き続き練習しててよ。お前ら特訓を続けるぞ。今度は負けた方がパシリな。なんでそんな。ペナルティがあった方が燃えるだろう。もう確かに勝てばいいだけの話ね。お前ら二人で来ていいぞ。かかってこい。私から一本取ってみろ。いけんのか、釘崎。誰に言ってる。任せろ。私の番だ。覚悟しな。こっちだ。一戦で起こる。攻める。ナイスです。隣接もできるんだよ。すごい。置いて右だ。まずは肩慣らしだ。肩穴開けてやる。こっちだ。私の実力は。受けねえ。私を舐めすぎだな。まずは一人だ。追い詰める。体が軽い。俺こそやるな。右だ。楽しませてくれ。もうすぐだ。どうでこい。はっ。手加減しねえぞ。投げを割る。動けねえ。もうすぐだ。手加減しねえぞ。手加減しねえぞ。これを使うの胸クソ悪いけどな。特急術ユーン。クソ、頭が回んねえ。そんな攻撃かすりもしねえよ。こっちだな。約束通り買ってこい。わかりましたよ。自販機まで遠いわね。
オス・マキ、特訓中か。あり？一年ズは？パシッタ。大丈夫か？三歳児じゃねえんだ。お使いくらいできんだろ。いや、そうじゃなくて。今日だろ。京都校の学長が来んの。来てるっていうのかな。マイク。なんでこっちいるんですか、全員先輩。嫌だな、伏黒くん。それじゃあマキと区別がつかないわ。マイって呼んで。あなたたちが心配で学長についてきちゃった。同級生が死んだんでしょ。辛かった？それともそうでもなかった？何が言いたいんですか。器なんて聞こえはいいけど、要は半分呪いの化け物でしょ。死んで先生したんじゃない。マイ、どうでもいい話を広げるな。俺はただこいつらが乙骨の代わり足りうるのか、それが知りたい。伏黒とか言った。どんな女がタイプだ。ハトケツがでかい女がタイプです。なんで初対面のあんたと女の趣味を話さないといけないんですか。性癖にはそいつの全てが反映される。答えろ伏黒、どんな女がタイプだ。別に好みとかありませんよ。その人に揺るがない人間性があればそれ以上は何も求めません。やっぱりだ。退屈だよ、伏黒。伏黒！勝つぞ。薄っぺらいんだ。体も女の好みも例に漏れず退屈。なんてパワー。じゃ、せい、終わった。コス、うっ、近接もできるんだよ。まだだ。強く切りだ。これだけ楽しませてくれ。まだ終わりじゃないぞ。せめ、押し通す。よっ、そこ。飛び込む。あげるぜ。巻き込め。窓ごと破れ。まだだ。巻き込め。よし。攻める。もう一発。窓ごと破れ。作戦通りだ。ブラザー。大した怪我もなく終えられた。余裕だ。やる気がまるで感じられん。下手に出てりゃ偉そうに。そこまで言うならやってやるよ。動く。久しぶりだな、パンダ。なんで交流会まで我慢できないかね。帰った帰った。大きい声出すぞ。言われなくても帰るところだ。うちのパシリに何してんだよ。
あら、落ちこぼれすぎて気づかなかったわ、マッキー。落ちこぼれはお互い様だろ。お前だって物に呪力をこばっかりで、術式もクソもねえじゃねえか。呪力がないよりマシよ。上ばかり見てると首が痛くなるから、たまにはこうして下を見ないとね。おろしたてのジャージにバカすか穴開けやがって。てめえのその制服を置いてけよ。帰るぞ、舞。楽しんでるようだな。冗談、私はこれからなんですけど。ダメだ、お前と違って俺にはまだ東京に大事な用があるんだよ。高田ちゃんの怖くがな。乗り換えミスってもし会場にたどり着けなかったら、俺は何しでかすかわからんぞ。ついてこい、舞。もう、勝手な人。あんたたち、交流会はこんなもんじゃ済まないわよ。何買った感出してんだ。やめとけ、バカ。ねえ、マキさん、さっきの本当なの？呪力がないって。本当だよ。だからこのメガネがねえと呪いも見えねえ。私が使うのは十分、初めから呪いがこもってるもんだ。じゃあなんで呪術師なんか。嫌がらせだよ。見下されてた私が大物術師になってみろ。家の連中どんな面すっかな。私はマキさん尊敬してますよ。あ、そう。始めよう。矢賀はまだかの。矢賀学長はしばらく来ないよ。嘘のスケジュールを伝えてあるからね。その説はどうも、学願寺学長。ホッティ、その説とは。とぼけんなよ、ジジイ。虎杖悠仁のことだ。保守派一党のあんたも一枚噛んでんだろ。昨晩、未登録の特級呪霊2体に襲われた。それは災難じゃったの。勘違いすんなよ。僕にとっては街でアンケート取られたくらいのハプニングさ。その呪霊たちは意思疎通が図れたし、同等級の仲間もまだいるだろう。敵さんだけじゃない。はかりに乙骨、そっちの東堂、生徒のレベルも近年急激に上がっている。去年の下等傑の一件、そして現れた宿儺の器。あんたらがしょうもない地位や伝統のためにせき止めていた力の波が、もうどうしようもなく大きくなって押し寄せてんだよ。これからの世代は特級なんて物差しじゃ測れない。牙を剥くのが僕だけだと思ってんなら痛い目見るよ、おじいちゃん。少しおしゃべりが過ぎるの。おお、こわ。言いたいこと言ったから解散しようっと。ああ、夜間学長は2時間くらいで来るよ。じゃあねー。
あの映画館のあなたがやったんですか。へえ、君、俺が見えるんだ。お、マキ、お疲れ。恵みは無事だったぞ。というか、どうしたんだ、ノバラ。ボロボロだな。諸君。前にや、あっちは飛び道具持ってたし、こっちは武器がなかったのよ。じゃなきゃこんなになってないわ。それは災難だ。いつ襲われようが手ぶらだろうが返り討ちにできる力が欲しい。お、ルナ。最終的に信じられるのは斧が肉体ね。ちょっとあんたたち、相手しなさい。近接戦闘の特訓よ。今から？ちょっと休まなくて平気か。今じゃなくていつやる。今よ。やるしかなさそうだぞ。お前ら頑張れよ。1対2で負けたらみっともねえぞ。どうしてビビってんのか。トゲ、準備はできたか。シャケ、そんじゃ、やりますく。タクナ、こっちから行くわ。クリア。ガスケツよ。取られてんの。タケル、ヘイ。おい、詰める。私の実力はこんなもんじゃないわ。少し本気を出そうかしら。カンガチ！どけ！サケラ、シャケ！シャケ！お黙る！こっち！シャケ、スラ！当てる！サケラ、シャケ！やった！当てる！反撃で攻める！この面に肩穴開けてやる。重力が足りないわ。せいや、かん、私の方が上ってことね。余裕に決まってんでしょ。
悪い。筋子。ふぅ、すっきりした。ああ、おろしたてのジャージ、もっと汚れちゃったじゃないのよ。そこまでは知らん。なんて開けさせないわ。閉めよう。嫌いな人形ボタンがあっても多分押せない。でも僕のことを嫌いな人間が死ぬボタンなら迷わず押す。君たち、マナーは守ろうね。なんだこれ。こんなこと、人にできるのか。できたとして、それは本当に、人なのか。映画館の、あなたがやったんですか。へえ、君、俺が見えるんだ。やったのが俺ならどうする。責める。彼らは君にとって特別だった。僕にも同じことができますか。私もあなたを術師として認めていない。スクナという爆弾を抱えていても己は有用であると、そう示すことに尽力してください。俺が弱くて使えないことなんてここ最近嫌というほど思い知らされてる。でも俺は強くなる。強くなきゃ死に方さえ選べねえからな。監視カメラには何も映ってなかったんだよね。ええ、被害者以外は少年が1名のみです。じゃあ犯人は呪霊？まあそうですね。呪霊がいますね。虎杖君、やれますか。勝てないと判断したら呼んでください。ちょっと舐めすぎじゃない？俺のことは。舐める舐めないの話ではありません。私は大人で君は子供。私には君を自分より優先する義務があります。君はいくつか視線を越えてきた。でもそれで大人になったわけじゃない。小さな絶望の積み重ねが人を大人にするのです。早めに上がります。私の術式はどんな相手も強制的に弱点を作り出す効果があります。7対3、対象の長さを制限した時、その規律の点に攻撃を当てることができればクリティカルヒット。私より格上の相手にもそれなりのダメージを与えることができます。そういうのって話してもいいもんなの？メリット、手の内を晒すという縛りが術式効果を底上げする。
です。横です。邪魔です。これで帰らせてもらいます。これで帰らせてもらいます。さて、そろそろ帰宅の時間です。真面目にやらない人は嫌いです。こんなものでしょう。戦闘の詳細内容です。こんな風に。私からは以上です。